サロメと海賊少女が撃って出た。あのクラス6ですら切り崩せる2人が。アンチアートアタッチメントの砲撃、サロメたちもかわした。が、あいつ最初から当てるつもりなかったのか。身を低く落とさせて相手の自由度を抑え込んで、あのバカでかいチェーンソーの一撃が本命か。サロメ、あいつ海賊少女を蹴って逃がす代わりに自分はまともにチェーンソーを受けやがった。まずい、片腕がもう壊された。そのまま盾に真っ二つにされちまう。死亡の代わりだ、ガミセト。液体のりのボトルをチェーンソーのブレードに投げつける。これであのチェーンソーは、ん、大昔にあった処刑用の斧は人の血や脂肪でダメになるらしい。切れ味抜群の日本刀だって乱戦になれば何十人とスパスパ切れるもんじゃない。鋼の重さで撲殺していた方が正しかったんだとさ。なるほど。半透明に擬態、エレメントの性質はそのままか。チェーンソーを構えて神里の真正面に。いやいや、確かに還元生命を魔術の元素で支えるエレメントは疑似生命の差がとしてその右手に弱い。ですがあなたの右手もまた私の右手に弱い。違いますか？新たな天地を望むか。まだ生きてる。神里が折りたたみ傘で俺を覆い隠してくれたのか。ワールドリジェクターは条件さえ揃えばあらゆるものを駆逐するが、あくまでも照準は右手の影に依存する。つまり影を映せば身代わりだって用意できる。やっぱり君は戦う前に準備した方がいい。そしてサロメ。自分の手で破壊した武器を神に捧げて力を得る魔術師でもあるっていうのは忘れているんじゃないでしょうね。ああ、生命としてのエレメントは食えなかったけど、さて兵装としてのアンチアートアタッチメントとやらならどうなのかなと。このやらせるか。さあどうする？禅門の竜に肛門の虎、どっちにせよエレメント素材のアンチアートアタッチメントを貪り尽くすにはいい相手だが。上等！狙いを定めずに一斉射撃しやがった。音と衝撃波で体が、サロメも空中に投げ出されやがった。まずい、狙われているぞ。マジか。おい神里の野郎、なんで丸腰のまま前に出て。さすがの木原さんちの誰かさんでも傷つくかな。自分の体が壊れていくのを目の当たりにするのはさ。行け。長い髪を狐の耳のようにした女の子がまるで四足銃みたいにアンチアートアタッチメントに飛びかかった。彼女はコックリさんのようなものを管理運用する魔術師だ。そして科学者にはわからないかな、こいつには狐と犬とタヌキの字が当てられてることにさ。嘘だ。
教えてくれよ、あの野良犬のこと。行く末次第では彼女の10円玉で呼び出せるかもしれないな。嘘だ！返すよ。木原、唯一君は一つ根本的な勘違いをしている。僕は単にその右手、ワールドリジェクターの扱い方だけで先達なわけじゃない。君の経歴は知らないけど、復讐者としても僕の方が先輩だ。だから同じ人種が何を考えてどう動くかは手に取るようにわかるんだよ。そして日が浅いのが災いしたな。僕に野良犬のことを悪く言われて頭に血が上ったか。でもそれは間違いだ。ならば逆に僕が涙を浮かべて謝罪していれば怒りは収まったか。そんなわけがないだろう。僕だったらあの魔人どもが命乞いしようが心を入れ替えると言おうが関係なく消し飛ばす。復讐っていうのはさ、そうでなくちゃ成就しないんだ。もしかしたら相手も心を痛めているかもしれない。何か優しい一言が出てくるかもしれない。そんな風に思った時点で君の復讐はもう失敗していた。それじゃあ返してもらうぞ、その右手。そいつは僕の元にあり、それを与えた魔人どもに振りかざしてこそ意味のある力だ。第三者の君の手でいらぬ犠牲を出してもいいものじゃない。なぜこの場所を選んだと思います、先輩？そしてこれが私の復讐の流儀だ。天井のあれは確か窓のないビルを宇宙まで発射するためのブースターじゃなかったか。今から逃げてももう遅い。そして復讐者の私には分かることがあります、先輩。あなたブレましたね。本当にただただ復讐を望むだけなら、遊びの道具を奪われる憤りこそあれ周りへの被害なんて考えない。あなたはもう復讐を遂げるだけの機会とは別の軸を持ち始めている。あなたはすでにワールドリジェクターの保有者とはなり得ない。最悪右手に接触すると同時にあなた自身が消し飛ばされない位置にいるんですからね。あなたと違い私には復讐しかない。なので私自身を巻き込むことにも躊躇しない。非常口やシェルターも存在しない。復讐は叶えるだけならそう難しいことではありません。余計なものを背負い込もうとしなければ。ねえ、彼女は陽動のハリボテアンチアートアタッチメントをまとってまだ上か。なら他の誰でもいい。誰かこいつの右手を切り落として僕の右手につなげてくれ。でもお兄ちゃん、さっきも木原唯一のやつが言っていたっしょ。今のお兄ちゃんがワールドリジェクターと接触したらそれだけで吹き飛ばされかねないって。でも上のブースターを何とかするにはそれしかない。僕の力で消し飛ばすしか。壊すだけなら他にも。壊すだけだと大爆発を起こせ。消さなくちゃならないんだ。え、ちょっと待ってよ、それって。え、上条東馬、僕のトートバッグを。クソバカお兄ちゃん。君を物理的な衝撃で気絶させるのは相当難しい。でも高濃度の炭酸ガスを浴びせたら呼吸は維持できるかな。
こういう方法で君を止めるのは絶対にやめようってこっそり誓っていたはずだったんだけどね。ダメな兄貴ですまない。やめ、お兄ちゃん。やめないよ。ならいい、僕が自分でやる。頼むよ。その大バカ野郎を今すぐぶん殴って全部取り上げてくれ。じゃないとあいつは、私のお兄ちゃんは本当に最後の最後、このタイミングで神里のブレが関わってくるのかよ。俺たちが神里に投げかけてきた言葉や優しさの蓄積が翻って木原唯一の復讐へ手を貸す形になったってのか。言いたいことは山ほどある。でも言えない、絶対に言えない。知ったような口で語るなと。ここに集まった女の子たちはお前の消滅した世界を望むとでも思っているのかと。だがもし俺の言葉が響いてしまったら、神里の中でもっともっとブレが大きくなって、ワールドリジェクターに拒絶されて消し飛ばされるリスクが増してしまう。助けるつもりが殺してしまう。全部全部俺のせいだっていうのか。お前を苦しめているものは全部そいつは違うな。確かに君は戦いの決定打にはならなかった。役には立ったけど、別の駒でも話はそのまま進んだかもしれなかった。だとしたら君の役割はそこじゃなかったんだ。きっとこんな一言を聞き届けるために今も立ち続けているんだろうさ。何を。簡単なことだよ。この子たちを頼む。大丈夫、君ならいつもやってきたことだろ。終わった。唯一、あいつ神里が取り戻したはずの、でもまた持ち主を失った右手を自分に縫合して。ああ、今のはなかなか面白かった。善悪で言えば善で、でもこうで言えば悪。なかなかお目にかかれる組み合わせではあります。神里かけるの力でもって神里かけるを吹き飛ばす。まあ多少流れは変わりましたが、最終的な結果が同じであれば目をつぶりましょう。私の復讐は成就した。お兄ちゃんの右手を返せ。おっと、いいんですかね、そんなことを言って。忘れているんじゃないですか。神里かけるはこの右手で吹き飛ばした。二度と会えない、戻れない、永遠の追放。でも、その鍵は確かにこの右手にあるんです。私をミンチにしたとして、その鍵も一緒に失うことになるかもしれませんが、それでもいいのかにゃーって話をしているんですけど。もともと万に一つ奥に一つ絶対に戻ってこられないというお墨付きです。でもそれを覆せるかもしれない最後の鍵を、それってつまりあなたの手で断ち切るってことですよね。神里かけるの最後の命綱を。他のみんなも注目。神里かけるを諦めたくなければ鍵を収める私には逆らわないことです。今は絶対に無理でも
技術が進歩すればいつの日か神里かけるは連れ戻せるかもしれない。でもその日が来るまでに右手を腐らせちゃったらどうにもなりませんしね。さて、すでにチャンスは与えました。あなたは逃げないという道を選択した。であれば、これからもたらされる残虐な結果もまたあなたが一人で背負ってください。クソ、そのガキを殺せ、メスども。道具の忠誠心を測ってやる。クソ、誰が。それしかあの子たちを自爆から解き放つ方法はない。神里翔が一番に恐れていた悪夢も終わらない。具体的な方法なんて知ったことか。世界中にある全てのものをかき集めて何としても帳尻を合わせてやる。そうしないと報われないんだよ。命を落として大切な女の子たちを守り抜いたあいつの魂が俺が見送った。ああ、十中八九神里の野郎が消滅するって分かった言いながら黙って見送った。言葉で引き止めることもぶん殴って取り押さえることもしなかった。そうしないとあいつが一番大切にしていた女の子たちが丸焼けになるって、そういう風に考えてお利口さんになって手を差し伸べることを躊躇した。考えることを放棄して任せた。あの野郎はそんな卑怯者の俺を見ても球団の一つもしないで自分で決めた役割を全うしてみんなを守って、そしてたった一人で消えていった。こんなのが許せるか。神里かけるがじゃない、こんな惨めな上条トーマなんか許せるか。もう遠慮なんかしないぞ。何があいつのためだ。どこがリスクを減らすために黙っていただ。ふざけんな。今ならはっきり言ってやる。本当は消えたくなんかなかっただろう。自分のためにここまでついてきてくれた仲間たちと一緒にいたかっただろう。誰にも渡したくなかっただろう。独占したいって思っただろう。俺たちは生まれてたかだか20年も経っていないクソガキなんだ。いちいち100年生きて世界を全部見回してきましたみたいな死生観におませて悟ったような顔してんじゃねえ。イライラする。知ったような目で語って命も人生も全部投げ出して満足そうな表情浮かべてんじゃねえ。ちっとはみっともないとこ見せろよバカ野郎。人間なんかそれくらいでちょうどよかったんだ。最善以外のドロドロした感情を認めたってあるんだよ。未来は掴み取ることの何がいけない。あの右手を使う素質や資格があるからって死にたくないって泣いて叫んですがりついても誰も咎めなかった。それなのにどう見たって失敗だろ。あんな結末自己犠牲だ。木原唯一に踊らされて全力で行き止まりに正面衝突しただけだろうが。だから全部ぶっ壊すぞ。お前がどれだけカッコつけて最高の結末を予想ったところで俺が片っ端からゴアさんにしててめえを地獄の底から引きずり上げてやる。不可能を可能にして終わった結末の先を見せて揃いも揃った女の子たちの前へ気まつそうな顔したてめえを突き出してみっともなく出戻りさせてやる。首を洗って土下座の準備でもしていやがれ。ふざけるんじゃねえぞ。待ってろよ神里。らしくないのはもう終わりだ。ここから巻き返す。こんなクソったれな世界に神将トーマを見せてやる。お前たちが突きつけた誰も幸せにしない幻想なんだ。かけらも残さずぶっ殺してやるからな。